こんにちは、コタボウです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はビーファー350、緑意識水槽の水質テストを行いたいと思います。まずは pH テストから始めたいと思いますが、その前に、我が家の水槽のソルトや天才はすべて、レッドシー社製、コーラルプロソルトを使用しております。以前はビーファー350、のみ、レッドシーソルトを使用しておりましたが、今年から、コーラルプロソルトに変更しております。水質管理ですが、レッドシー、ファンデーション ABC、そして、NO3、PO4X は、ドーシングポンプにて点火。またトレースカラーズアブクロー1日、また2日に12ミリリットル程度点火しております。エナジーはビーファー350のみ、コーラル、エッセンシャルを使用してます。では、水質テストに戻ります。pH テストは、ハンナ社のチェッカー HC にて行います。説明書の手順通り行い、果たして数値は、172ppm です。9.63dkh。若干高いような気がしますが、塩分濃度は 35ppt で表せてます。では次はカルシウム。こちらもハンナチェッカーで行います。手順通り行っていきます。こちらの数値は、473ppm です。次は NO3 です。レッドシー、プロテストキットを使用します。説明書の手順通り行います。果たして。みるみる濃くなっていきますね。これは、なかなかの誤差ですよ。結果出る前にですが、明らかにプロテストキットの計測。4ppm 以上なので、レッドシー、マルチテストキットでも、硝酸塩をテストしますね。やっぱり、そうなりますよね。でもこれは当然であるのです。なぜなら、あえて、硝酸塩は、このくらいの数値になるようにしております。魚がたくさん、水槽内にいるのもありますが、添加剤、ナイトレイトプラスを添加しているからです。最後にテストするのは、PO4 です。レッドシー、プロテストキットにて行います。これも手順通り行います。ほとんど、リン酸塩はないですね。リン酸塩はほぼゼロ。使用酸塩派高め。ここ4ヶ月以上、この水質を、水槽環境や添加剤を使用し、維持しております。コタボウ水槽としては、以前の硝酸塩、ほぼゼロ、低栄養塩、水質により、緑石の白化や色あせは、ほぼほぼなくなりました。現状のコタボウ水槽の水質は、こんな感じです。ビーファー350、は添加剤も変更予定なので、今後の緑石の変化も楽しみです。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。